5月5日のこどもの日に飾りたい兜とこいのぼりフラワーアレンジメントを作っていきましょう。こちらの動画は折り紙とフラワーアレンジメントの動画レッスンキットのダイジェスト版になっています。兜の材料やフラワーアレンジメントの材料、こいのぼりの材料、ケースをセットにしてキット販売しています。よろしければ概要欄をご覧いただきご利用ください。和紙を2枚重ねてかっこいい兜を折っていきましょう。厚めの和紙を2枚重ねていますので少し折りにくいですけれども、しっかりと折り目をつけて折っていきましょう。折り紙は細かい部分もしっかりと折ることでとても綺麗な仕上がりになります。ちょっとしたコツで立体感をさらにアップすることができますので、動画を見ながら作ってみてください。レッスン動画にはテロップやナレーションをたくさん入れてお届けしています。兜につける紐も自分で三つ編みして作ってみましょう。光沢のある紐で兜に華やかさを添えています。可愛い鯉のぼりも自分で作っていきましょう。目玉をシールで貼るととっても可愛く綺麗に仕上がります。フラワーアレンジメントを作っていきましょう。ベースにお花を敷き、その上に後ろの方にだけ霞草を刺しています。後ろの半分に壁になるように霞草を刺し、前側には兜を乗せていきたいと思います。こいのぼり、兜、アレンジメントができたら台紙の上に飾っていきましょう。鮮やかな色のシルバーデイジーが入っていますので、そちらをバランスよく配置して飾ってみてください。完成です。